本当はさ、超降臨の時まで待って初のね、SP キャラ狙おうと思ってたんだけど、もうそのね、このゲームにも慣れてきたし、もう SP いないんだよ、ここに SP がいないから入れたいなと思ってたんだけど、来ちゃったからね、やっちゃうわ。狙いは一応このね、うわかっけーなー、ハイウェイスター、この体をね、俺分割できるやつって好きなんだよねこうバラバラにできたり、このいいねー、たまらんねー。しかもなんか無駄にセクシーなポーズなんだよね、あいつで、一応狙いはフンガミユウヤ、そして降臨限定のね、コウイチくんと、ユカコちゃんも欲しいんだよね。このジョウスケ、コウイチも欲しいんだけど、まあコウイチ、ユカコ狙い、あとはね、まあとりあえず行って20連なんだけどね、とりあえず超降臨のために貯めておきたいなという気持ちがあるので、行って20連、まあ、その20連のうちにいいやつが来てくれたら最高だと。やべえ、緊張すんな、このジョウスケ置くやつ欲しいんだよな、持ってないから。まあ持ってないね、 SSR が来てくれたら最高だね。あとシゲチーが来て、うん、あれよ、プラスがつくっていう最高の展開になったらいいなと思っている。よっしゃ、行きます。まあ SSR1 枚確定だしね。でも確定の時よかね、確定終わってからのが熱いっていうのは俺も知ってるからさ経験上ね。まあ1回目10連、あ、10連じゃない、ごめん、ね、10連じゃなくて、俺さっき20連って言った。お、バチバチしてる、バチバチしてるぞ、おい。あー、しげちー、しげちー、しげちーか、ハーベスト、よし、やばいぞこれは。うん、あー、この緊張感やばいよね、ガチャのね。頼むぞ、来てくれよ。来いか。SP のために貯めてたさ、ダイヤだからさ、ちょっと出てくれないと困るよね、やばいよね。頼むぞ、もうそろ確定かな、次かな。まあ9連だからね、いつも間違って10連って言っちゃうけど、7プラス29連ガチャね、もう10連にしてほしいな。よっしゃ、なんだここが、おお、ディオ&バニラアイスじゃないですか。ディオさんはこっち向いてディオさんはこっち向いて、よし、これ確定枠ね。お、よし、来た、マジでマジで、わお、カズワムー、カズワムーか。まあまあ、でも好きなキャラだから、よしとしようか。あ、これ確定じゃなかったのか、このディオバニラで。こっからよ、おまけがあるかどうか、サービス何パンチくるか、ゼロパンチか、一発、一発か、一発で、ね、一発どうよ。お前かいらねえの来たな。まあ1回目ね、1回目まあいいんじゃねえかなと。プラスついたし、レベル上がったしね、アビリティレベル、あざす。わ、すげえ上がるね、2000、2001、移動距離プラス1、あざす。あー、やばいぞ。まあ SSR2 枚、1枚は確定だけど、1枚はね確定じゃないから、来たしよかったとするかな。で最後のレンガチャいってあります、これで最後。いや、わかんない、もしかしたら気分的にいいかもしれん俺はちょっとね、ガチャリー出したら止まらない病にかかってるからさ、一回ガチャリー始めるとね、止まんなくなるんでね。さて、どうだ。バチバチはしてるね、バチバチはしてる。あー、緊張感が、あ、そうか、確定だからバチバチはすんのか。リサリサ先生、おっし、おっし、最高。うわー、かわいい、いやー、美しい。前腕太いんだよね、さすが先生、鍛え抜かれた前腕だわ。いや、美しいな。好きなキャラは別に SSR とか関係なしにノーマルでも嬉しいんだよね。俺リサリサ先生のノーマルめっちゃ集めてるもんねあれをね、どんどんプラスつけていきたいという願いを持っている。ジョー太郎、いけない、おし、おし、なんだなんだ、こいつくんじゃねえか、アクト2エコーズ、アクト2、これ初だ、やったぜ、持ってない、最高な展開だこれ。オッケーオッケー、ありがとうございます。あ、ま、あ、ごめんごめん、アビリティとは後で見るかな、アビリティはね、見ると長くなっちゃうから、動画後でゆっくり見て。やった、こいつ、まあ持ってない SSR は嬉しいね。よし、そしてまだ確定枠があるからね、確定枠が、確定枠で来るのかい来ないのかい、どっちなんだい。来る、絶対来る、おお、嘘、マジでプラスつくじゃんやった
ディメンションアタック、これアビリティレベル上がるよね。これマジでか。リサリサ先生も熱いし、エコーズ、アクト2。あ、待って、これ結構勝ってるわ。今回勝ってるよ。グラスについたと。アビリティレベルも上がりました。ありがとうございます。やった、これ嬉しいな。どうする、もう一回行くか。どうする、行っちゃう。どうする、行っちゃうか。行くか、狙うか。運神ユイヤ、お前来いや、マジで。うわ、いいね、このくねり具合。そしてね、あのエロさなんかね、セクシーなんだよね、あいつ。よし、行くわ。これで最後、もうね、ちょっと予定狂ったけど、これで最後にするわ。よし、行くぜ行くぜ、みんな頼むぜ、来い、頼む。あの降臨限定のやつが来てほしいね。バチらないか、バチらないね。そっか、やっぱ SSR 確定だからってバチるっていうのは確定してないのね。バッドカンパニーよな。このスタンドもね、あの欲しいなと思ってる。うん、一番ザワールドが欲しいんだけどさ、見た目もかっけえし、ディオ様のスタンドってこともあるけど、バッドカンパニーね、好きなんだよな俺。よし、あー SSR 来るかなやべ1枚、まあ1枚は確定してるんだけど、それでももう1枚は欲しいなと思っている。もう1枚ぐらい来てくんねえかな。うわ、やべえな、やべえな、やめとけばよかったかな。ドバ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 。おっしゃ、リサリサ先生、あざっす。いいよ、リサリサ先生はね、いくら来ても OKOK。 SR 置くやつ。次確定かな、確定だよね。よし、なんだ、そっと置いて、そっと置いて、そっと置いて、よっしゃ、マジか。これ欲しかったやつだ。オケス警長兄弟、これ欲しかった。うわ、マジか、オッケー、ありがとうございます。まさかここでゲットできるなんて、前狙ってこなかったのに前狙ってこなかったのに、今オケス警長来やがった。マジでありがとうございます。いや、これ大勝率は、さて次何パンあるか。ゼロかな、ワン。よし、これでどうだ。 SR か、くそー。ハーミットパーポー、ハーミットパーポー。いや、でもまあよかったんじゃないかなどうしよう、行こうかな。いや、行くか、もう行くわ俺。いや、みんなもう知ってたと思う、俺はね、一回ガチャリ始めたら止まんないと。もうみんな知ってたと思うから、俺行くわ。お、待って、売却してくる。あ、そうだ、リサリサ先生何ポついたかな、ちょっと見るか。俺のリサリサ先生ね、ノーマルのね、リサリサ先生がね、結構熱いんだよね。結構な数ついてきてると思うんで、ノーマルのレアは3プラス3か、 OK で、ノーマルが67、素晴らしいな。で、イギーも大好きだからさイギーはもう98もいってるんだよね。よし、出すわ。確定してるけど、うん、いや、確定終わってほしかったな。確定終わってからの方が熱い気がするんだよねいや、でもそこまでダイヤ持ってないから、まあしょうがない。よし、バチりました。バチったよ、バチったよ。 SR が一発目から、よし。あ、かっこいいね、これ。ジョースター、ハーミットパープキットルトゥルトゥトゥー。おっしそっと置いて、やべ、置き場所ない、そっと置いて、そっと置いて、おっ、やった、マジか、来た、よっしゃ、マジか、引いてよかった、来たぞ、みんな、やったぞ。小一くんの心が私の心に流れ込んでくる。いいね、愛だね、これが愛だね。やった、オッケー、来た、小一ちゃんとユカゴ、ありがとうございます。これ欲しかったんだよ、マジで。いや、最高の結果になったな。これでフンガミ来てくれるわ、かなり熱いぞ。運が、いや、待って、来るんじゃない、来、なんか来る気がする、なんか、あ、イギーだ可愛いな、俺イギー大好き、本当にマジ可愛い、イギー、イギーはな、うん、あんなことにならないでほしかったよ、俺は。俺的にはね、うん、あんなことにならないでほしかった。ちょっとネタバレになるかもしれないから言えないからね、まだ見てない人もいるかもしれないから。あー、くそ、イギー、お前の力で俺はね、ゲットするよ、最後の1枚。確定まだあるからさ、その確定で狙おう、確定で。次かな、次かな、あ、この、うっそ、うっそ、やった、プラスつく、よっしゃ。え、マジ、いや、待って、今日めっちゃ調子いい、ガチャ。どうした、こんな調子いい時ってめったにないのに。
そして露伴先生ちょっと怖い、なにこの展開、マジで怖い。え、嘘っしょ。しかもプラス1ついてるやったもん、大勝利、引いてよかった。 SSR123、 しかも光一ちゃんのゆか子来た、やったオッケー。よし、もうここまで SSR が集まる。お、まだあるね。123、 3パンチで2枚かで、もう1枚くる、もう1枚くる、3パンチでさ、もう1枚くるかな、もう1枚、2枚か、あ、2枚だね、3パンチで2枚。よし、あ、でも透明な赤ちゃんも嬉しいな、これ。透明な赤ちゃんね、俺アビリティつけてるからさ、透明な赤ちゃんの。やった、露伴先生、うわー、やった、プラス2、アビリティレベルが上がりました。嘘、ほんとかよこれ。うわ、4000めっちゃ上がるなこれ。4000、4002、ありがとうございます。よっしゃー、やった、勝てたわー。で、このイギーの可愛さねイギー最高だ、プラス1で、このリサリサ先生、グラさんのリサリサ先生はプラス3と、ということで今回のガチャ結果は、なんとね、いや、まさかの、ちょっとね、負けるんじゃねえか、最近ガチャの調子良くないからさ、負けるんじゃないかなって思ってたんだけど、やった、サブで結構引いてたんだよね。うん、サブではさ、動画撮ってないんだけど、サブでは結構引いてて、調子悪かったから、やばいかなって思ってたんだけど、まさかのメイン赤で大勝利。ありがとうございます。やった、もうないから引けないけど、まあ、5セット目まで確定だから、もう一回いけたらね、引きたかったなこれ。引きたかった、でもさ、まあ、ハイウィズさん来なかったね。でもさ、奥安さんとケイチョンも来たし、やった、これ欲しかったんだな、奥安ケイチョン。前狙ってこなかったんだよ。で、露伴先生も来たし、光一ゆか子も来たし、いや、もうこれ大勝利っすわ。で、次こそはね、SP、超降臨で SP 狙って、回す、ガチャね。その時も勝ちたいな、妄想ね。いやー、来た、ありがとうございます。心が通じている。心が通じている。はぁ、超降臨の準備は整ったね。あとはとりあえず、早くね、しげちとリサリサ先生をレベル100にしようかなと。あと、エコーズ、アクト2来たから、アクト2も育てよう。うん、光一くんも、あと少しで100になるし、これね、ドカバトとか、と、あの、モンストとかと違ってね、レベル上げるのがすごい大変なんだよね。ほんと。レベル1上げる大切さが分かるよね、これね。すげえ大変。あと、リサリサ先生、グラさん。あの、単体のやつも欲しいんだよね。俺、リサリサ先生コンプしたくてさ、頑張ってんだけど、なかなか他の先生が来てくれないと。いや、しかし、これやべえな。ほんと大勝利だわ。奥安慶長に光一ゆか子。うわぁ、声が震える。ありがとうございます。じゃあ、また次回。次回はね、あの、超降臨の時に、また動画撮るから、その時にお会いしましょう。あー、SP 来るといいな。もうそれね、初のやつゲットしたいんだよね、SP ね。じゃあ、まだ近い。最後は、俺の、ね、大好きなリサリサ先生バイオショー。ザン。美しいスワー先生。先生最高だよね。早くコンプしたいな、先生。ほんと。全部コンプしたい、早く。頑張って先生もね、狙っていくわ。集めていく。